そうでしたか。お友達と喧嘩を。はい、そいつ怒って出て行ったきり戻ってこないんです。どうしよう、助けなきゃ。じゃあそこの住人はさぞ迷惑してるでしょうね。迷惑？生きてる人間にとって私たちはただの厄介者なの。厄介者？